多くのアメリカ人は検閲が強化されていることを懸念しているが、検閲を担当する人たちは、自己検閲の雰囲気を作り出すことで、検閲の強度と範囲を拡大しようとしている。自己検閲の心理的な影が広まっている場合、特定のアカウントのブロックや、特定の動画の削除、また、特定の書籍の発禁などが、広範囲にわたって萎縮効果をもたらし、重要な政策は議論されなくなり、 ニュース記事は編集者に届かなくなりデリケートな問題を扱った書籍は出版されないか初めから誰も書こうとしないといったことが起きる場合によってはまるで検閲官が意図的に心理的なトリックを使って最小限の責任で最大限の抑圧と影響力を得ようとしているかのように見えることさえあるこのような手法は何も目新しいものではない 全体主義国家では古くから使われてきたものだ。自己検閲の原則は誰もが自分の安全のために完全に禁止されてはいないやり方や合理的な言論であってもあえて何もやらず何も言わないようになることだ。例えば宗教団体を含む非課税非営利団体が政界の候補者を支援したり反対したりすることを禁止するジョンソン修正条項は こうした自己検閲を促すような影響を持っている。この法律の反対者たちは、牧師たちが法律違反で訴えられることを恐れて、意図的に説教の中で政治的な話題を避けていると主張してきた。しかし、この法律は何も政治的な話題を禁止しているわけではない。そもそもこの法律はほとんど執行されていない。 自己検閲の強化と拡大にはいくつかのポイントがある一つ目は曖昧なルールだ中共は世界で最も悪名高い言論の自由の検閲機関であり何十年もの間意図的に曖昧な政策を用いてきた例えば過去の政治キャンペーンでは中共の指導部は右派や反革命派を処罰するよう指示を出していた何をもって右派とするか 反革命派とするかは示されずどのような罰を与えるべきかが語られないことすらあるあらゆるレベルの官僚が政策を過剰に解釈しているため検閲の基準はますますエスカレートするある時期におけるヒステリックなムードは自己検閲の域をはるかに超えているほどだその結果政治的発言をしないと自分の態度を証明できないということにまでなる 例えば文化大革命の間人々はう主席語録を唱え毛沢東に敬意を表さなければ何もできなかった現代の中国では政治的反体制派は国家転覆やデマのルフなどの理由で標的にされるこの現象は現代のアメリカでも続いているようだアマゾンは最近ヘイトスピーチを含む書籍を禁止するよう規約を更新したが ヘイトスピーチとは何かを説明していない。アマゾンは書籍小売市場の80%以上を支配しているが、出版社はどの本がヘイトスピーチというラベルを貼られるか推測するしかないが、一旦そのレッテルを貼られたら、その出版社の収益は大幅に低下してしまうだろう。自己検閲の強化と拡大のポイントの二つ目は、任意のターゲットである。 自己検閲を誘発するる。もう一つの方法は選択的執行である過去の中共の政治キャンペーンで中共は迫害の対象を無作為に選んだ狙われた人もどんな行動が共産党を怒らせたのかがわからないことが多いこれによって人々はいち早く状況を把握しようとし自らの推測に基づいて自己検閲のレッドラインを引くことになる。 このような方法は西側でも様々な状況で見られる。三つ目は証拠の否定であり、これがもう一つの方法である。それは罪になるような証拠を否定することである。現在の極左思想は差別主義者であることを否定したり、いわゆる白人の特権を持っていることを否定したりする。しかし、そのことはかえってその存在を認めてしまい、 罪を認めてしまうことになる四つ目は連帯責任だ自己検閲を誘発するもう一つの方法は検閲対象者以外の関係者にも責任を拡大することであるたとえ対象者との関係性が薄い人でもその責任が及ぶ全体主義体制は長い間に連帯責任という戦術を用いてきた反体制派の家族 友人、同僚、上司、その他のの他関係者を罰する,ので,あるでは、これらに対する解決方法はあるのだろうか今、アメリカで行われている検閲は特殊な様相を呈しており、基本的には政府の行為ではなく、政府が静かに行っているように見えるにしても、やはりそれは政府の圧力によるものではなく、ただ、アメリカ社会全域で政府の内外を問わず、 極左思想を信奉する集団にこの行動が共通して見られるのだ。そしてこの極左思想の根底にあるのは全体主義である。